ランド共和国一番の都にして、ロロナさんのふるさと。ここで生まれたんだ。いいな、いいな。ずいぶんとはしゃいでるな。子供の頃からアーランド暮らしだから僕にはわからん。それはわからないだろうね。アーランドにはなんというか魅力があるんだよ。街の人たちの活気と、今まで築き上げられてきた歴史と、いろんな思いの入り混じった錬金窯の中みたいな魅力がね。錬金窯の中、ああ、まあとにかく魅力的ってことだよね。エーファちゃんもそう思うでしょ？おりょ、エーファちゃん？え？あ、すみません、初めてのアーランドなので見入っちゃって珍しいね。さてと、おーい、ルルアちゃん。私はこれから営業許可の更新手続きをしてくるよ。だからその間アーランドを見て回ってきたら。え、いいんですか？めんどくさそうなことを師匠に任せちゃって。いいのいいのロロナさんのふるさと、いろいろ歩いてみたいでしょ。ということで、そうだな、あとでロロナさんのアトリエで落ち合おう。はい、チーズ。ここがお母さんのアトリエなんですね。わかりました。じゃあここで一旦解散とするか。僕も少し用があるからな。私もちょっと行ってみたいところがあって。ごめんね、ルルアちゃん。ああ、気にしないで。それじゃあ後でまた。よし、お母さんのふるさとアーランド、いろんな場所ございました。ヒューヒュー、最高だぜリオネラちゃん。さすがアーランドの舞姫、しびれちゃうよあら、いらっしゃい。初めての方ですよね。うわ、綺麗な人じゃなくて、私ルルアって言います。あれ、なんで名乗ってるんだろう。ごめんなさい初めましてルルアちゃん。私はリオネラ。
このアラホロ邸の店主です。アラホロ邸？ええ、おいしいお酒とお食事と、あと歌と踊りを提供するお店なんです。歌と踊り、そういえばさっきリオネラさん、アーランドの舞姫って。そうだぜお嬢ちゃん、リオネラちゃんはアーランド一の踊り子なんだ。子供の頃から各地を巡り踊りの修行を積んできた苦労人なんだぜ。アーランド一の踊り子。ちょっと恥ずかしいからそういうことは言わないでください。ルルアちゃんは見たところ旅人みたいですね。はい、私アーキュリスから来たんです。アーキュリスから。アーランドへようこそ。そうだ、お仕事を受けてみませんか。お仕事？ええ、うちのお店では依頼のあっせんもやってるんですよ。旅をしてると何かとお金が必要でしょ。私も昔は苦労したの、お財布落としたりね。そうだったんですね。確かにお金はあって困ることはないし。わかりました。もしよければお仕事を紹介してください。それじゃあ決まり、依頼を受ける気になったらいつでも言ってくださいね。ん？人がいっぱい。ここ何のお店なんだろう。包丁の修理終わったぜ。さ、持ってきな。おお、助かったよ。さすがの腕前だね。そいつはどうも。ん？いらっしゃい。用事はなんだ？なんとなく入ってきちゃっただけなんだけど。ここは鍛冶屋さんですか？ああ、そうだぜ。俺の名はコール。このハゲル&コールアクスの店長兼職人だ。コールさんですか？私はルルアって言います。よろしくお願いします。ルルアか、なんとなく知り合いに名前が似てんな。ま、いいや。見ない顔だが、ルラはアーランドに住んでんのか？お、いえ、アーキュリスから旅をしてきたんです。アーランドはお母さんのふるさとでして。へえ、そうなのか。そいつはいいや。旅してるならうちの店はうってつけだぜ。武器に防具、バグに日用使いの金属用品、ハゲル&コールワークスで揃わないもんはない。こうして出会ったのもなんかの縁だ。うちの店どんどん使ってくれよな、ルルア。ぜひ。
なんだかお腹空いてきちゃった。こっちからいい匂いがする。いらっしゃせ。一名様ご案内。無意識にお店の中に入っちゃった。でもまあいいか。すみません、おすすめをください。おすすめね。さてどうしたもんか。困っちまったな。このサンライズ食堂店主ビルト、お客様にはおすすめのもんしか出してないもんでね。すみません、ビルトさんですか。ああその通り。お嬢ちゃん腹が減ってんのか。お腹と背中がくっついて今にもペラペラになっちゃいそうで。そんなにか。面白い、気に入った。お嬢ちゃん名前は。ルルオです。エルメルリア・フリクセル。おうほう、フリクセル。フリクセル、フリクセルってまさか。お嬢ちゃん、あのロロナさんの妹さんか何かなのか。いえ、娘です。ロロナは私のお母さん。娘。へえ、そいつは驚いた。実は俺の師匠はロロナさんの幼馴染でね。そうとあっちゃ、超おすすめの料理を出さねえと。ちょっと待ってろ。よし、できたぜ。ビルト特製ハンバーグ。さあ食ってみな。とっても美味しそう。いただきます。ならよかったぜ。幸せ。ありがとうございました、ビルトさん。お代は。いや、いらねえよ。ロロナさんの娘からお代をもらうわけにはいかねえからな。いやいや、さすがにそれは。払いますって。いやだ、絶対受け取らねえぞ。ああ、じゃあこうしよう、ルルアちゃん。またうちの店に飯を食いに来てくれ。ルルアちゃんの食いっぷりは見てて気持ちいいからな。だからちょこちょこうちに来て、さっきみたいにもりもり飯を食っていってくれよな。わかりました。いいんだって、俺がいいって言ってんだ、遠慮すんな。うまいものを食ってりゃ心も豊かになるもんだ。だからサンライズ食堂をよろしくな。はい、わかりました。ビルトさん、ごちそうさまでした。
な鍛冶屋さんに、美味しい食堂に、アーランド一の踊り子さん。アーランドってやっぱりすごいな。楽しいものがいっぱいだよ。さすがお母さんのふるさと。さて、それじゃあいよいよお母さんのアトリエに。お？さあ、ここをこうすると、ほら、うわ、すっげー、ハトが出てきた。うわ、どうしてどうして、魔法みたい。その通り、お兄さんは魔法使いなのだ。種も仕掛けも一切ないよ。あれって手品だよね。でもすごい、本当に魔法みたいに見える。こら、だから本当に魔法だって言ってるだろう。私は魔法使い、種も仕掛けもないんだよ、多分。君の声はよく響くからね。アールズの件はご苦労様。プニプニから聞いたよ。はあ、プニプニから。あなたは。ああ、そういえば名乗っていなかったね。私はフィクス、さすらいの手品師だよ。魔法使いだって。あ、そういえば名乗っていなかったね。私はフィクス、さすらいの魔法使いだよ。ごまかそうとしても無駄ですよ。フィクスさんは手品師さん、覚えましたからね。くぅ、私としたことが失敗してしまったね。それで君は。私はルルア、エルメレリア・フリクセル、駆け出しの錬金術師で。こら、そこのお前。ん？何をやっている。工業の許可証を見せろ。おっと、めんどくさそうなのに見つかった。許可証？そんなの持ってるわけないじゃないか。許可なく工業をすることは許されていない。警備団団長として拘束させてもらうぞ。拘束ね、あんまり好きな響きじゃないな。第一、手品をするのに許可がいるのかい。やれやれ、窮屈で仕方ない。社会で生きるってのは大変だね、ルルアちゃん。そうなんですかね。悪いのはフィクスさんのような気が。あ、やっぱりそうなるかい。じゃあ私は逃げるとしよう。それじゃあまたね。ははは、のはー。待て！逃げ足の速いやつめ。近頃はどうしてこう細かなトラブルばかり。お疲れ様です、ステレクさん。ん？もしやルルア君か。大きくなったな。気づかなかったぞ。
しょ。身長も結構伸びたんですよ。お母さんのことを追い越しちゃったかも。そうだな、確かにロルナ君よりもう大きいかもしれない。やった、それはそれとして、ステルクさん、お母さんのお仕事まだ終わらなそうですか？ああ、毎日依頼がひっきりなしでな。まだしばらくこちらには帰って来られないようだ。そうですか。お母さん、ちゃんとご飯食べてればいいけど。これではどちらが娘かわからないな。おっと、すまないが次の仕事の時間だ。ルルア君、せっかくアーランドに来たのだから思いっきり楽しんでいくといい。それではな。お、行っちゃった。ステルクさんも相変わらず忙しそうだな。まあそりゃそうか、あの警備団の団長さんだもん。お母さんと同じくらい。それより忙しいよね。さてと、ほんじゃ改めてお母さんのアトリエに行くとしますか。お母さんが錬金術の勉強をしたアトリエ、一体どんなところなんだろう。ここだよね、お母さんのアトリエ。ごっくり。お邪魔しまーす。思ったより早かったな。てっきり一番最後に戻ってくると思ったが。あ、二人とも。そんなことないよ。私はちゃんと自制ができる大人だからね。大人ね。そういえばルルア、僕はいつまでお前の護衛をすればいいんだ。アーランドまでは来たわけだし、もう僕がいなくても。せっかくだしもうちょっと手伝ってよ。私たちアーランドに詳しくないし、それにオーレルがいると頼りになるからさ。ね、エヴァ。だがあと少しだけだぞ。僕だって暇ってわけじゃ。はあ、あ、みんな、まさかもう帰ってきてるとは。へへへ、師匠も油断してたみたいですね。でもどうしたんですか、ため息なんてついて。
まさか手続きがうまくいかなかったとか？あー、いやー、そういうわけじゃないんだけど、ロロナさんがあんまりにもすっぽかしすぎて、そのあー、やっぱり私からは言えない。ルルアちゃん、今からアーランドの議会に行くわよ。議会にですか？またどうして？議会でね、待ってるのよ、今回の営業許可更新の担当者が。ね、担当者。はい、わかりました。議会ですね。なんだか師匠歯切れが悪いような。気のせいかな。